松登茂雄は、大仙部屋に所属していた、元大相撲力士で最高位は、西大関。本名は、長井福太郎。千葉県東葛飾郡松戸町出身、身長172センチメートル、体重154キログラム。得意技は押し、左四つ、寄り、釣り。小学校三年の時にはすでに体重16巻に、達し、関分け。 高戸から小学校卒業の折には、ぜひとも、私のところに、弟子入りさせてほしいと頼まれたという。その後引退して、年寄り、大戦を襲名した高戸から、再度勧誘され、入門、1941年1月場所で、初土俵を踏んだ。嗜名は、故郷、松戸市と市匠の現役名、高戸にちなんで付けられた。当時、 大戦親方がすごいのを連れてきたらしいと評判になった。番付には、松昇福太郎と書かれたが、これは、書き手の間違いらしく、後に、松昇福太郎と訂正された。三段目で活躍していた1944年、五月場所を最後に、同年11月に徴兵を受け、陸軍に配属される。 敗戦後の1945年11月場所、三段目角で、各界に復帰した。復帰するまでの間に、部屋が、東京大空襲で離災したが、戦後はエコーイン裏にあった東富士の自宅に、寝泊まりするなどして、稽古に励んでいた。しかし、幕下にいた頃、家業の不振を、心配していることを理由に、1948年12月に、師匠に、 無断で実家に帰り曲げを落としてしまうが、師匠に説得されたことで土俵に戻ることにした。1949年に1月場所で8勝4敗の高成績を挙げ、これを機に同年5月場所で新十両昇進を果たす。十両昇進時は残腹バラであった。その後、十両は1年かけて通過し1951年。 9月場所で新入幕を果たしその場所では10勝5敗の成績を挙げた。1952年1月場所から四個名を松登りと改めた。9月場所では羽黒山から初の金星を挙げた。1953年1月場所では新三役の小結びで9勝6敗と勝ち越し、同年9月場所で関分け昇進を果たした。 その場所では6勝9敗と負け越し、平幕に陥落したが、1954年1月場所では7日目に千代の山から金星を挙げるなど11勝4敗の好成績で初の3勝を受賞した。その後は三役に定着していき大関昇進を期待されるようになる。同年5月場所は不調だったが、場所前に、 少年店で入院した師匠を気遣い、負けても勝利報告をしていた。しかし、師匠はこれを知っていたのか10日目の朝には、心配しないで思い切って取れと悟し、これに勇気づけられたのか、残り全部勝って6連勝し休賞を6敗と勝ち越し、千代の山、鏡里、峰さんの2横綱一大関を破ったことが評価されて、初の主勲賞を受賞した。これが聞いたか、 大戦親方の病状も解放に向かった。関脇の地位にあった1955年9月場所では、横綱、鏡里と最後まで優勝を争い、千秋楽に若野花を高々と釣り上げて、土俵の外に運び13勝2敗の好成績を挙げ、1敗の鏡里が千秋楽も勝ったため惜しくも優勝は逃したが2回目の主勲賞を受賞して、 場所後ににに若野花と同時に大関に昇進したその後は、横綱も期待されたが、左足の甲を骨折して、新大関の場所である1956年、1月場所は5勝10敗と大きく負け越した。その後も本庄市は出ず5場所連続で9勝6敗が、続き、訓録大関の名で呼ばれる。同年9月より、松のぼり重男と改名。 その後も糖尿病や足の故障に苦しめられ、負け越しの場所も見られるようになってきた。しかし、大関の陥落基準が、2場所連続負け越しから、3場所連続負け越しとなったため、すぐには陥落しなかった。1958年1月場所は、糖尿病で全休、翌3月場所は12日目に、土地認識に押し倒されて、負け越しが決まり、 6勝9敗に終わった。3回目の角番となった同年、5月場所では12日目の時点で5勝7敗と後がなくなったが、13日目に大関に同時に昇進した、横綱、若野花を寄り切って勝ち、その勢いで14日目に、横綱、千代の山に、外掛けで勝って、千秋楽に、関脇、安年山を釣り出しで下し、8勝7敗と勝ち越して、なんとか、 カド番を脱出した。しかし、翌、7月場所は8日目から8連敗して5勝10敗、9月場所は5日目で1勝4敗と不審で6日目から、途中9勝と連続で負け越して、11月場所は4度目のカド番で迎えた。この場所は8日目で2敗と割合好調だったが9日目から5連敗し、13日目で6勝7敗と後が、なくなったところで、 若の花に当てられ今度は、上手投げで負けて6勝8敗と負け越しが決まり、3場所連続負け越しで、大関陥落が決定的になった。この一番は若の花が、立ち合い右に変わって、上手出し投げを見せたが、松のりはこらえて、右四つに組み止め、猛攻をしのいでもろ差しになって、頭をつけたが、水入りから、取り組みが再開して、若の花が二枚蹴りから、 右上手投げを決めた。結局、大関時代に二桁勝つことはなかった。本人は、これで大相撲に、八王朝がないってこと、よく分かったでしょあったら、大関から落ちないよと語っていたという。当の若の花は、最後の投げは心を鬼にして決めたと後に、十回している。関脇に陥落した1959年に一月場所。 は3勝12敗と大きく負け越し、平幕に陥落した。その後は一度小結びに戻ることもあったが、平幕注意に腰を据えることがほとんどであった。1961年11月場所は、前頭11枚目で4勝11敗と大敗して、翌場所での幕内残留が難しくなり、この場所を限りに37歳で引退した。 当時、年寄り名跡を持っておらず、一時は廃業も考えた。だが、時津ゼリ事長の大関は、教会の看板、引退相撲だけでも打たせてやれという助言もあって、親友である横綱、朝潮が持っていた振り分けの名跡を借りて教会に残ることができた。翌年1月、師匠が亡くなり、大仙に、名跡変更するとともに大仙部屋を継承したが、 止めばさみを入れた。大仙部屋は小部屋ではあったが、松登りの人柄がよく穏やかな性格が象徴される、家庭的な部屋で、力士一人数とに対する丁寧な技術指導は高く、評価された。親方としては、前頭二枚目、大平を育てた。1986年4月21日、白内障の手術に際して、局所麻酔剤に対する、 アナフィラキシーショックを起こし、それが元となって急成した。去年61。入幕時は線が細く、引っ張り込んで駆け投げを打つような取り口であったが、上位に進むにつれて、肥満体系になり、ぶちかまして一気に出ていくか四つに組んでから、無理やりにでも釣るとり口となった。太平には強かったが動き回る力士や小兵は苦手だった。またその人柄や、 時間いっぱいで手に唾を吹きつける独特の仕草も相まって人気も高く土俵際で一回転して向き直って残る特技からマンボの松ちゃんとのあだ名があったライバルであった若野花は松ちゃんが控えに座るだけでおかしくなって困ったと言っているライバルとして競い合った若野花には9勝22敗と 大きく負け越しており、若野花が大関に昇進する前は7勝6敗と、勝ち越していたが、若野花が大関に昇進した後は2勝16敗と、全く歯が立たなかった。横綱、土地に,にも5勝23敗と大きく負け越しているが、新大関で5勝10敗と不振だった1956年、1月場所は11日目に対戦して、突き放しで勝利している。 関分け以下では、忍さんを特に苦手としていて、13勝16敗と負け越しており、2度にわたって4連敗したことがあった。また小結、若の海にも3勝9敗と相性が悪かった。その一方で、横綱、千代の山には11勝9敗と勝ち越しており、3回にわたって3連勝するなど相性が良かった。また横綱、鏡里には、 初顔から7連敗していたが、1954年、3月場所に初勝利を挙げてから5連勝し、9勝11敗と、ほぼ互角に渡り合った。共に大関昇進を争い、同時に、大関として対抗していた大内山には14勝5敗と、大きく勝ち越しており、一時期は8連勝するなど、非常に相性が良かった。朝潮に胸を出して、後に、 横綱となる土台を作っており、本人は後に高砂親方から浅潮君の稽古にしょっちゅう引っ張り出された。相当な相撲取りになるだろうなと思っていたが、その通りになってくれたと振り返っている。大相撲の歴史の中でも上位に入る退職官であり、幕下時代にはカレーライスを2合以上入る特製の大皿でご飯は食べていたという。また、 関分け時代には、わずか4時間の間に、料亭で午前を二人前、寿司屋で握り寿司を83個、うどん屋で大盛りうどんを2杯、部屋に戻って、丼飯を2杯平らげてから床についたが、それでも、満腹感が得られず、夜中に腹が空いて、目が覚めたという逸話もある。しかし、そのような大食いが原因で、後には前述の通り糖尿病で苦しむことになった。 料理は食べるだけでなく、作るのも好きであり、幕内昇進後には、大の海と同様に洋食に傾倒して自ら、カレーライスや、オムライスなどを作っていたという。部屋持ち時代は自ら弟子のちゃんこを用意することで、知られており、この頃のエピソードとしては、弟子のために天ぷらを揚げていた時に、油が跳ねて巨腹に火傷を負ったというものが残っている。また、掛けごとも、 大好きで前述の白内障手術のために入院する前夜にも大敗しており負けたのは目のせい。レンズを入れて明るくなったら大勝するよ。と語っていたというが結果的にそれは叶わなかった。ありがとうございます。